はい、今回も昔自転車旅をした時のビデオと写真を使って動画を作っていきますよ。今のはね、サルビア丸の船の中の映像でございます。この時はですね、船に乗ってですね、八丈島を経由して青ヶ島を目指しておりました。2012年10月29日から旅に出ましたよ。今回の旅ではですね、最初本当なら御蔵島に行こうとしたんですが、乗船できずに予定を変更して青ヶ島、八丈島、三宅島を旅しましたよ。その時撮ったビデオと写真を撮って動画を作っております。東京都内から船に乗って出発するところでございます。ご覧のような街も通りましたよ。ご覧のような街も三宅島も通って帰ってきました。真夜中の出港でございます。前回の小笠原に引き続き、今度は伊豆諸島の旅でございます。サルビア丸に乗っております。レインボーブリッジが見えますね。距離感としてはね、小笠原と比べたらあんな感じでございました。この紫色のラインに沿ってとりあえず向かうのは青ヶ島、そして三宅島、そして八丈島でございます。御蔵島はね、上陸できませんでしたね。出港したところでございます。注意してみてください。確かね、僕の記憶が正しければ三宅島に着いて、そして出発したんだっけな。もしくは今のは横浜港に寄ったのかもしれませんね。でも今見えているのは御蔵島っぽいですね。先ほどの映像はですね、三宅島に着いた時の夜明け前の映像だったようですね。もうこの時点ではですね、三宅島を過ぎて御蔵島に近づいているんでしょうか。あ、もうこれはですね、八丈島ですね。八丈島に着きました。御蔵島はこの日は上陸できずに、八丈島に上陸してそのまま違う港まで移動して青ヶ島行きの船に乗ってルート変更しましたね。おそらくね、この船に乗っていたのは僕だけだったのか、他のところに他の人もいたのか、とにかくね、移動する人は少なかったですね。ここは青ヶ島の港でございます。
波の激しいところにちょこんとね島から出た港のところの桟橋に着いて上陸いたしました。ここから自転車に乗って島の中心を目指します。ここはね火山の島でね、で海底もものすごく深いところまでねずっと下がっているのでね、本当に珍しい場所なんですよ。トンネルを抜けてカルデラの中に入ってね、そして生い茂ったところを進んでいくんですね。火山口の 中ですね。で内側を進んでいってヘリの部分をね坂道をどんどん上がっていくんですね。なんか人工的に木が植わっております。一応キャンプ場もねあったんだけどもね、キャンプ場の許可を取るためには中心まで行かないといけないのでね、往復しなければいけないのでとキャンプ場に泊まるのはやめましたね。どんどん坂道を上がっていって火山口の外輪山を越えていきますね。町の中心までやってきました。高校でしょうかね、小学校か中学校か学校がとにかくあります。やっぱり人口が少なくて静かな島でしたね。ススキがねものすごくたくさん植わっていましたね。自然豊か、笹みたいな植物が植わってる。ヘリポートですね。断崖絶壁ですね。海に囲まれた孤島ですね。八丈島からも結構距離がありましたからね。だんだんと日が暮れてきました。こんな感じでですね、青ヶ島というところに上陸いたしました。ものすごく小さな島でしたね。青ヶ島と八丈島を結ぶ船でございます。こんな感じでガランと船の中は誰も座っていませんでしたね。町の中心に行くとですね、青ヶ島はですね、結構建物がたくさん建っているんですが、ちょっと自転車で離れるともう何にもない
生い茂った茂みなどがね、植わってるという感じですね。郵便局ももちろんありますよ。ここも一応東京都でございます。あんまりね、青ヶ島の情報は普段見ないのでね、ここに来てみなければどういう場所かっていうのはね、感じることができませんよね。波がね、強い時はですね、本当にね、上陸できないこともあるんですね。一応ヘリポートがありますからね、ヘリコプターで来ることもできるのかな。本当にね、火山のね、島でね、崖がね、ボロボロでね、脆いんですね。これはですね、八丈島に帰ってきた時の写真ですね。写真とね、ビデオのね、ちょっとね、時間的に前後することがあります。この後にね、まだ青ヶ島のビデオの映像が流れますよ。これは今映ってるのは青ヶ島から八丈島に戻った時です。鳥がいますね。鼻をつまんでいますね。草木が生い茂っております。古そうな石垣の道を見つけました。この辺が一番絵になるかなと思いましたね。やっぱりね、坂の多いね、ところですからね、自転車はやっぱり疲れますね。町の中心からね、港の方に行く道はね、通ってきた道以外にももう一つあるんですけどね。でもそっちのね、方は近道なんだけども、もうなんか崖崩れでね、通れなくなっている感じでしたね。もう人が住んでるところはね、高台にありますのでね、海を見下ろす感じにね、眺めるという、そういう感じの島ですね。まあ、都心ではね、見ることのない鳥のような感じがね、多分ね、ここじゃないと見えないのかな。東京都内ではまず見かけないような鳥がね、いましたね。ごめんなさいね、下手くそなカメラワークでございます。
鶏がいますね。養鶏場ですね。まあ単なるね鶏なんですけどもね。こんな風な風景の中、僕は旅を楽しんでいました。初めて来る場所はどんな場所でも親近感が湧いて楽しくなっていきますね。そして船に乗って八丈島に向かいますよ。この日もものすごく波が揺れております。船酔いしないように見てる人もね、気をつけて見てくださいね。でもね、無事にね船に乗れて よかったなと思いましたよ。この島でね長居する、まあ長居してもいいんだけどね、それはそれでずっと いられますからね。でもなるべくねお金を使わずに帰りたいところもありますのでね。ここはですね八丈島に戻ってきた次の日でございますよ。いい天気でございますね。この日は自転車に乗って八丈島を回りましたよ。確かね初日はですね北側をぐるっと回って、2日目はですね南側をぐるっと回った記憶があるんですがね、どうだったかな。八丈島もですね、坂道の多い島でしたね。だいたいひょうたんみたいなね、形してるんですよね。南と北にね、大きな山がある。まあ、ピーナッツみたいな形をしてましたね。富士山みたいなね、山がね、とても綺麗でしたね。カタツムリがいましたね。ずいぶん高いところまでやってきましたね。見下ろすように海とか遠くの景色が見えますね。綺麗な山ですね。港の近くのね安い宿に泊まってるんですね。あの細長い青っぽいあそこが宿でしたね。
坂を登るのはきついですが、でもね、八丈島に来たことがね、嬉しくてね、どんどん登っていきましたね。カタツムリがたくさんいましたね。都心にいる時よりもものすごい高確率でカタツムリに出くわしましたね。末吉っていう読むのかな、末吉という地区にやってきましたね。確か学校とかねあったとは思うんですけどね、どうだったかな。木がたくさんあるとね、木陰になったりしてましたね。やっぱりね、10月下旬あたりですからね、確か11月に入ったのかな。まあ冬っちゃ冬だし、南国といえば南国だし、ハイスピスカスみたいな花が今見えましたね。でもものすごく暑いという感覚はなかったと。天気ですね。海が綺麗でした。どこ行っても。ところどころでね、釣りをしてみたんですけどね、この辺ではあんまりよく釣れませんでしたね。戦争の後でしょうか、防空壕のようなね、窓が見えましたね。何なんでしょうかね。神社を見つけましたね。ああ、そこはですね、足湯の温泉ですね。八丈島はね、温泉もあるんですね。足湯、確かね、暖かかったのでね、やっぱりね、寒かったんじゃないかなって思うんですけどね。でもハイビスカスみたいな花が咲いてるとね、やっぱりこの時暑かったのかなって思ったりもしますけどね。もう7年ぐらい昔の映像を編集してますからね、ちょっと忘れかけておりますね。なんかヤシの木っぽい木が見えますよね。やっぱり夏っぽく見えますよね。でも旅をしたのはね、10月下旬から11月にかけてですからね、そんなに暑いはずもないわけですよね。玉のように削った石をね、積んだ石垣っていうのがこの八丈島ではちょっと有名みたいでしたね。今ちょっとだけさっき映ってましたけどね。で、街の方に戻ってきましたね。あ、だんだんと建物が多いところに戻ってきました。
近くにね島があるんですよね。あれはね無人島だと思いますね。もしかしたら人が住んでるのかな。この日はね画面手前の方の山をぐるっと回って平地に戻っていくというね、そういう工程で自転車をで旅をしましたね。奥の方に見える富士山みたいな島なん山があるんですけどね、次の日はねあの山の向こう側をねぐるっと回りましたね。何気ないところにねこういった神社があったりしますよ。住宅街みたいなところを通っていったりしますね。丸い石の石垣あんな感じにねところどころにあったりするんですね。提灯がありますね。お祭りとかがあるのかもしれませんね。やっぱり日本だなっていう感じがしますね。めったに来ない場所ですからね、なるべくたくさんの景色をカメラで撮ろうと、そういう感じで旅をしております。ソテツが植わっているんですね。やっぱり八丈島は南国の雰囲気も漂っていますよね。バスも八丈島は走っておりますよ。綺麗な石垣ですね。おそらくここは役場ですね。八丈町役場。なんかね壺のような仮面みたいなものが今見えましたね。歴史的な何かなんでしょうかね。だんだんと日が暮れてきましたね。こんな風に旅をしておりますね。やっぱりねなんか素朴な感じがしましたよね。見る景色すべてがね、何気ない景色がねいいんですよ。南国も道がカーブしててね、向こうに山が見える。まあこういう景色をね旅するのが僕はね好きなんですね。ここはね学校の前だったと思いますね。この石段にね座ってねお昼を食べた記憶がありますね。お墓もねあるんですね。当たり前ですが、やっぱりね起伏の激しいところですからね、低いところに港があったり
住宅があったり、高いところに道路が走っていたり、そういうような風景の中、自転車で旅を楽しんでいました。おそらくね、昔のね、お墓だと思うんですけどね、昔のね、島送りの時代のお墓かななんて思ったりするんですけどね。何気ない風景を見ながら旅をしていましたね。やっぱりね、実際に来なければわからない感覚というものがありますね。美しい夕焼け、ゆっくりと時間が過ぎていきますね。こんな風に八丈島を旅しております。次の日でございますね。ホテルのようなね、建物がありましたね。リゾートホテルのようなね。もう一つのね、あの富士山のようなね、富士山のようでというわけでもないけれども、あの山の周りをこの日はぐるっと回りましたね。まあ坂道も多くてはあはあ言ってますね。天気がだんだん悪くなってきたのでね、なるべく急いで回ろうとしてましたね。山の上の方に行くとね、牧場なんかがあったりするんですけどもね、自転車で登るのは大変なのでね、行くのはやめましたね。ハリセンボンが釣れましたよ。一枚刃になってんですよ、うん、あ、トップが抜けちゃったよこれ。あ、もう最初から壊れてるね。なんかでも色が薄いね。こんなもん、ごめんなさいね。え、じゃあもらっててください。人とね、話しながらね、カメラ撮ってますからね、映らない、映らないように。たまたま偶然風が吹いてみんな避難してんのかな。ねえ、なんでここで、いや、ここありますよ。本当？うん、針が見えてるんで、それを取っちゃえば残っています。引っかかってる。これ皮も食べられるんですよ。でも、フグはフグでなんで、ナイトとかはやっぱり毒が全然ないです。ないんですか？なんかフグイコール毒っていう、いや、これは八丈がハリセンボンみたいな感じなんですか？まあ、差し上げますので。八丈のフグと天気予報は当たらない。え、自由にしてください。いや、これね、ぶつぶつして味噌汁も美味しいしね、焼いても美味しいの。どうぞどうぞ。すいませんね、ちょっと変なカメラワークでごめんなさい。地元 との、ね、会話をね、どうしても乗っけたくてね、ごめんなさいね。
見苦しい画像でございました。というわけですね、釣りをしたらですね、ハリセンボン、この魚が釣れたわけですよね。一応フグの 仲間だから毒がある、のかなと思ったんですけどもね、地元の話ではね、毒はないということで地元の人にあげました。そして船に乗ってですね、今度目指すのは三宅島でございます。途中のね、御蔵島にね、上陸できれば寄りたかったんですが、この機会も波が強くて御蔵島には上陸できませんでした。まあせっかくだからね、上陸はしたかったんですが、まあ船で接近して近くから御蔵島を見ただけでもこれでいいかなと思いましたね。またね、いつかね、チャンスがあれば御蔵島にも来てみたいなと、そういうふうに思いましたね。ご覧いただいているのが御蔵島でございますね。本当にね、上陸したかったですかね。ただただ眺めるだけでした。上陸できなかった島を。船は北の方を目指して航行しております。風が強いですね。そしてうっすらと見えてきた島は三宅島でございますね。ではですね、イルカがたくさんいるというね、話でしたが、この日はね、イルカを見ることはできませんでしたね。御蔵島がね、太陽の光を浴びてキラキラと輝いておりました。そして三宅島に上陸いたしました。自転車に乗って宿まで行って、そしてまた自転車に乗って島をぐるぐる回りましたね。もしかするとこの島は神津島の方か三宅島の方か、どっちでしょうかね。カラスがいましたね。この港でもね、釣りに挑戦したんですが一匹も釣れませんでしたね。カラスが餌をくれと言ってきておりました。神社があったりしてますね。昔噴火したんですよね、火山がね。やっぱりちょっとだけ南国風の雰囲気も漂いますが、やっぱり東京都心に近づくにつれてだんだんと涼しくなって寒くなってきますね。火山の島ですよ、この島も。枯れたまんま木がね、存在してるんですね。火山の影響だと思いますね。うん、道がまっすぐ伸びていて気持ちいいですね。
猫発見です。灯台がありました。草木が生い茂っておりますね。でもちょっと冬なので枯れ気味でございますね。ススキが生えていたり、そんな風な風景です。あの島の形は御蔵島ですね。南の方を見ておりますよ。天気のいいところもあれば雨雲が暗く存在しているところもあるという感じですね。風も強いですね。結構ね、大きな島でね、自転車でぐるっと一周するのは相当時間がかかりますね。火山の時に被災しただろうと思われる建物があったような痕跡がある場所がありましたね。ところどころね、こうやってね、坂道があったりして登ったり降りたりするのが大変でしたね。三倉島を三宅島から眺めております。おそらくこれは役場だと思いますね。違ったかな。いろんな記念碑が立っておりました。港にやってきましたね。この日もね、釣りしてみたいななんて思ったんですけどもね、確か何も釣れなかったような気がしますね。御蔵島でございます。ここは三宅島でございます。風が強そうですね。遠くに船が見えます。なってましたけど、何気ない風景を通り過ぎていきます。港を見つけるとね、また釣りしてみようかななんて思うんですけどもね。島の住宅でございます。島はね、路線バスなんかも走ってましたね。いろんな景色をね、撮りたいと思っていたんでね、いろんな道を進んでみましたね。紫色の花が綺麗でしたね。まあこれはこれで綺麗な景色だなって僕は思いますね。少し枯れてますけどね。
つのね島のような岩が沖合に見ることができましたね。島をね時計回りでぐるっと回ってね、南端から御蔵島を眺めて、だんだんと西の方にね回ってきておりますね。飛行機雲が見えましたね。東京の空港から出発して南の方に進んでいくんでしょうか、それとも羽田空港とか都心の方に向かう飛行機でしょうか。廃墟になってしまった建物がありますね。これも火山の影響なのでしょうかね。今見えた島影はですね、神津島方面ですね。だんだんと島の北西部にやってきておりますね。だんだんと日が沈みかけております。夕暮れ時でございますね。島の北の方にやってきましたね。ぐるっと一周してるようですね。そんなこんなでね、三宅島をぐるっと一周しましたね。この写真は八丈島ですね。ちょっとね時間的に前後いたしますが、八丈島から三宅島に向かっている船の中から撮った写真でございますよ。ちょっとね昔のねビデオとね写真を使って動画を作っているので、こういう風に時間的に前後してしまうんですね。八丈島から船で離れるところですね。あの山の形がですね、八丈島のシンボルみたいな感じですね。象徴ですね。大海原を船に乗って進んでおります。ガランとしていますね。この季節に旅をする人は少ないんですね。でもね、僕はね、こういうね、オフシーズンに旅をするのが大好きなんですよね。混んでる時にね、混んでる場所に旅をするのはあんまり好きじゃないんですね。景色独り占めっていうね、この感覚がね、大好きでしょうがないんですよね。映っているのはですね、御蔵島でございますね。本当にねこの島にはね一回上陸してみたかったんですけどもね、この時は波が激しくて上陸できませんでしたね。縁がなかったんですね。夏場にはですねバンガローにね安く泊まれるんですね。この時はそうでしたね。でもバンガローはね10月までしかね使えないということでね、行きの時に上陸できればそのバンガローに泊まろうと思っていたんですがね、帰りはもう11月になってましたからね、上陸するとちょっと高い宿を払わな
ければいけなかったのでね。写真はですね、三宅島にもう上陸しておりますね。そして魚釣りをしたんですね。こういった魚が釣れましたね。カワハギのような形の魚ですね。宿の食事でございます。この日はね、お金を払ってちゃんとした宿に泊まりましたね。まあ青ヶ島でもね、ちゃんとした宿に泊まって食事が出てきましたけどね。そして船に乗って三宅島を去るところでございますね。東京都心に向かうところでございます。そんなこんなで船旅、島旅が終わろうとしております。3つの岩が見えておりますね。三宅島から離れていくところでございます。だんだんと天気が悪くなってきておりますね。あの島影は神津島とかね、新島とかね、そういった島々だったと思われますね。一つだけポツンとある島は豊島ですかね。で、うっすらとね、大きく見える島がね、大島ですね。ちょっと画面では見にくいですね。多分ね、今見えてる大きな島は大島だったと思います。そして真っ暗になってから東京湾に入っていきましたね。そんな感じでですね、三宅島の写真を紹介いたしましょうかね。船に乗る前はね、いい天気だったんですよね。まあつまんない風景かもしれませんがね、まあ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 、まあ、日常の風景でございますよ。もうこれはね、都心について港区のね、桟橋でございます。夜中に到着いたしました。こっから自転車に乗って僕は帰りましたよ。東京タワーなんか見ながらね。というわけで、今回の旅では青ヶ島、八丈島、三浦島は上陸で、そして三宅島、ここは八丈島、そして三宅島、三浦島は上陸できずに帰りましたね。旅は65日目まで来ましたよ。東京都はこんな感じで旅をしております。神奈川県もこんな感じで旅をしております。そして埼玉県も山梨県も静岡県も愛知県もこんな感じで旅をしております。のの字の1周目はこんな感じで、2周目はこんな感じ、そして3周目、そして4周目、そして5周目が終わって6周目に入っていくところでございます。
噂の一晩、単なる一晩、噂の一晩、ケチャップおじさん。はい、今回もですね、自己紹介がてら昔書いたブログを紹介いたしましょう。客観視しましょう。気になった人は検索してみてくださいね。ここに映っているのが僕でございます。今日も本当にわけのわかんないことが書かれておりますね。何が言いたいのでしょうかね。よくわかりませんね。今日も僕の動画を見ていただいてどうもありがとうございます。ものすごく感謝しておりますよ。昔書いた詩をね、写真を見ながら書いた詩を紹介いたしますね。ちょっとね、字が小さくて読みづらいかもしれませんが、雰囲気だけでも楽しんでくださいね。ということで、ここら辺でさようならと。